では一言お祈りをさせていただきます。ご慈愛深い天の父なる神様、あなたの計り知れない恵みと慈しみ、憐れみが今日も私たちの上に、また私たちの心の中に豊かに聖霊によって注がれていること、主イエスキリストの贖いのゆえに私たちを受け入れてくださっていることを心から感謝いたします。先週の1週間もそれぞれの歩みを歩んでまいりましたが、その中で心配したり不安になったり、また喜んだり、さまざまなところを通ってまいりましたけれども、あなたが背後にあって生きて働いておられ、すべてのことを益とするために、あなたの御業が刻々となされていることを覚えて心から感謝いたします。私たちにはわからないことがたくさんありますけれども、あなたをこうして信じるものとさせていただき、目に見えないお方を目に見えるかのごとくに信じて歩む、そのような信仰の中へと招き入れてくださったことを心から感謝いたします。私たちの贖い主イエス・キリストが尊い血を流し、私たちの罪とがすべてを贖い、許し、清め、神様の子供としてくださっていること、主イエス・キリストご自身が今も聖霊によって私たちの心の内に住んでくださるという、その神様の命を心から感謝いたします。どうか主よ、今朝あなたの御言葉が開かれています。御言葉から私たちがどうしてもなくてはならないあなたの命の糧を得ることができるように、この時を清めて用いてください。お一人お一人の上に、そしてこのキリストの体の枝に連なるすべての人の上に、どうかあなたの作られしすべての上に、あなたの恵み慈しみ豊かにありますように、はじめにあたり主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は待ちに待っておりました、桜がやっと開花したという宣言がなされてですね、毎日のように水木坂の桜の様子を見に行っておりますけれども、だん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 、咲き始めてきていることがよくわかります。できれば来週の日曜日、お天気にも恵まれて、この春のピクニックをしたいなというふうに、願っております。そのような、機会となるように、お祈りいたします。私たちは毎日、多くの、時計というものに囲まれて生きております。皆さんのご家庭でもいくつもの時計があるかと思いますが、この教会にもいくつか時計がございます。その針の刺しているところは全て違うというのがこの教会の特徴でありますけれども、いつか合わせなければならないなと思っておりますが、私たちは一日に何回ぐらい時間を見て過ごしているのでしょうか。もし時計というものが全くなかったとしたら、そういう生活考えられるでしょうか。無意識のうちに私たちは時間を見ていると思います。外国に行くときには日本の時間と
そしてその外国の現地の時間の違いを知りたいと思って、両方の腕に腕時計をして、こちらが日本の時間、こちらが外国の時間とですね、合わせていたような時代もありました。私もかつてはそのように両方に腕時計をして、ああこちらが日本、こちらがここというふうに考えながらしばらく過ごしたことがありますけれども、だんだん頭からこんがらがってきてですね、分からなくなっていますから、やっぱり時間は一つで十分だなと思わされたことであります。特にアメリカにいましたときには、サマータイムという時間の設定がございますから、そのためにいくつも失敗をしたことがあります。夏になると、1時間時間をずらすのであります。それがだいたい土曜日の真夜中の12時にずらされます。で、まあニュースとかいろんなことでそれがいつそうなるのか知っていればいいんですけれども、私どもはあまりそういうことに注意払ってなかったもんですから、時間が知らない間に1時間ずれていて、とんでもないことになったことがございます。土曜日の真夜中に変わりますから、次の日が日曜日、そうすると日曜日にですね、普段の時間通りに教会に行きます。すると今日は随分駐車場が空いてるな、どうしたんだろう、いつもはいっぱいなのにと思いながら教会に入っていくと、もうすでに礼拝が終わってしまって、皆さん帰ってしまってたという、まあそんな失敗をしたことがあって慌てたことでございます。それがまた冬の方になってくると1時間また逆になりますから、その時もまた大失敗をしてしまいます。1時間早く行き過ぎてですね、教会で全部待たなければならないという、まあそういうことにもなったりするのに、慣れるのに大変でありました。ともかく私どもは、時間によって、まあ、動いていると言っても過言ではないかと思います。パウロ先生はこのローマ人への手紙の中で13章の11節でこう書かれています。あなた方は今がどのような時か知っているのですからと言っております。どのような時か、この時という言葉、これには特別な意味が含まれております。ギリシャ語では時というものを三つの言葉で表現するんですけれども、一つはクロノスという言葉を使います。クロノスという言葉は時刻、あるいは何年何月何日という、そういう日付を表すときにクロノスを使います。もう一つはホーラという言葉で、それは一定の時間の長さ、あるいは期間を表現するときに使います。さらにもう一つはカイロスといって、これは神様の定められた特別の時という意味がございます。これらの三つの言葉が明確に区別されて用いられております。パウロ先生がここで使っている時というのは、最後のカイロスという言葉を使っています。神様が定められた特別な時という意味であります。ここでは具体的に何を指しているのでしょうか。それは終わりの時という意味が含まれています。12節をご覧いただきますと、夜は更けて昼が近づきましたと記されています。夜が終わって朝が近づいている時という意味であります。比喩的な表現で、
この朝とは、そしてまた日の光があふれるこの昼とは、キリストが再び来られる時のことを表現しております。キリストが再び来られ、人類の救いが完成する時、被造物の救いの完成の時を表しています。その意味で私たちは今この時を、終わりの日々を生きていると聖書では語ります。終わりの日々とは、世間でよく言われるように地球の終わりの日とかという意味では全くありません。聖書が言っている終わりの日々とは、夜は更けて朝が近づいているということ、夜が終わるということであります。朝が来ることを待望して私たちは生きております。キリストが再び帰ってきてくださる時を待ち望みつつ生きています。キリストを知っているあなた方は、朝が必ず来ることを知っているのですから、とパウロ先生がここで語っているわけであります。今夜というものがどんなに暗く長くて寒く感じたとしても、必ず光の朝が来るということを信仰者は知らされております。キリストにつながっているものは、キリストが約束された通り、主は再びこの世に来てくださるということを知って生かされております。まばたきの詩人と言われた水野源蔵さんが、夜明けを待つという題の詩を読んでおります。歯が痛い夜、咳が出る夜、痙攣が起こる夜は夜明けが待ち遠しい。あと5時間、あと4時間、あと3時間と夜明けを待っている。主よと呼びながら朝の光、スズメの声を待つ。水野源蔵さんの実際の体験から生まれたこの詩でありますけれども、キリストに信仰によってつながっている者の人生もまた朝の光を待ち望んでいる人生であります。私たちの救いが完成するとき、神様が定められた特別のとき、カイロスであります。そのときにはもはや痛みも苦しみも涙も死も罪も暗闇もない、平和と喜びと清さに満ちた輝かしい神の恵みに満ち溢れた、その神の命の中に迎え入れられる日を指しております。私たちは確かに今夜を生きております。さまざまな具体的な苦しみや重荷を背負ってそれぞれ生きております。個人としても、社会としても、国としても、世界としても夜を生きています。この世界には言葉に言い尽くしがたいほど深い悲しみと苦しみが満ち満ちています。毎日ニュースを見るたびに、また新聞で読むたびに、心が痛まない日がないほどであります。それはまさに夜という言葉が象徴しているような世界であります。日本では10代までの子どもたちの死因の第一が自殺だと先日報道されました。子どもたちが死ぬ原因の一番大きいものが自殺だというのであります。
それほどたくさんの子どもたちが自殺しているとは、ニュースに出てくるのはほんの氷山の一角に過ぎないということがわかります。このような夜の闇が取り巻いているこういう時代時ではあるけれども、キリストにつながっているものはこのような夜の時代がいつまでも続くわけではない、夜明けを待っている人のことであります。時を知って生きるとは、いつか必ず夜が更けて朝の光が差し込む時が来ると知って生きているということであります。それは神様が定められたキリストの栄光の日であります。私たちに与えられている希望の時であります。これは聖書の至るところで証言されている真理でもあります。ヨハネの手紙第1の3章2節にはこう記されています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。このような希望が与えられていますから、今私たちを取り囲む時がどんなに深い闇の夜であったとしても、私たちはその朝が来ることを信じていますから、何度でも再び立ち上がって前進することができるわけであります。キリストと相まみえる日が近づいているということを知っているからであります。夜明けが近づいていることを信じて歩んでいるからであります。パウロ先生は次のように言ってローマの教会の信徒に勧めております。12節をご覧いただきたいと思いますが、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。ここに記されている闇の技とは、キリストが再び再臨するその日、私たちがキリストに再びお会いできるというそのような希望を持って、永遠に消えることのない希望を持って生きていなければ、陥るであろう闇の行いのことであります。ここにパウロ先生はいくつかの言葉で表現しています。遊興と酩酊、これは自分の直面するさまざまな状況の中で、あまりにも状況が厳しくなってくると自暴自棄になって、現実の厳しさに耐えられなく現実から逃避していく姿であろうと思います。もうどうでもいいやというそんな気持ちになって、酒、ドラッグ、ギャンブルの中に溺れてしまうような自己逃避を表現していると思います。辛いことを忘れたいのであります。闇の技の中にさらに淫乱と好色という言葉が出てきます。これは異性の中に溺れ込んでしまう生き方のことを表現していると思われます。
最後に争いと妬み、これは他の人との比較の中で優劣を争い、思い煩いの絶えない状態であります。これらに共通することは、光を持たない生き方であるということであります。現実の苦しみや悲しみや失望があまりにも大きく見えて、神にある永遠の希望を見失っている、そのために陥る闇の技であります。パウロ先生は私たちにこう勧めます。キリストにお会いできる日がもうすぐ来るのだから、そのような自暴自棄な生き方を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。光の武具とは、13節にありますように、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかということであります。昼間らしいとは、キリストの光に照らされて生きる生き方であります。キリストの光に照らされて生きるとは、キリストの十字架の贖いの血によって許していただきながら、キリストの見姿に似せて作り変えられるために、自分を神に明け渡して生きることであります。榎本英二先生という、牧師がいらっしゃいますけれども、新潟の方のキリスト教の中学高校を長い間、校長先生として務められた方でもあります。この榎本英二先生という方は、ご存知の通りアシュラムの運動を始められて、根本康郎先生の弟さんであります。この英二さんは高校生の時にお兄さんの榎本康郎先生のおすすめもあって教会に行き始めました。熱心に教会に行っておりましたから、洗礼を受けたらどうですかと、その教会の牧師さんから勧められたそうです。洗礼というものが何だか知らないまま、はい受けますと言ったそうです。とにかくよくわからないけれども、一生これで行こうと思って洗礼を受けたそうです。ところが実生活はあまり変わらず、むしろ二重人格になってきたというのであります。ある日学校の帰り道、友達を誘って、おい万引きしようと誘惑したのであります。本屋さんに入っていって、一人がおばさんに話しかける、その間に自分が本を盗む、そういう作戦を立ててですね、本屋さんに入っていきました。それが作戦通り行って、その帰り道に英二君はうまいこと言ったの、友達があのおばはんアホじゃのそんな話をしながら、自転車で家に帰っておりました。そんなことを言いながら家に帰り、一人になると二重人格のもう一人の方が話し出しました。お前それでもクリスチャンか、教会に行ってる者がそんなことしていいんかという声が聞こえるのであります。英二さんは自分の中にいるもう一人の自分をどう納得させるか、そこに苦心をしたというのであります。キリスト教は許しの神様だから、お祈りしよう、神様お許しください、お許しください、罪深いものですといくら祈っても許された確信が得られません。まあついに疲れ果てて眠くなってしまいました。しばらく寝てから目が覚めると、
どこからか言葉が聞こえてきます。返してきなさい。そうだ、返してこよう。こう決心したときに、本当に許されたという自由が実感できたと言います。それはどんなものよりも明るい喜びと平安であったと言っています。昼間らしいとは、キリストの許しの中を、キリストとの交わりの中で、キリストとの関係を正しく保ちながら生きていくことであります。それはどんなものよりも明るい喜びと平安をもたらしてくれます。私たちは将来いつかキリストにお会いできるということが掲示されています。ですから今、キリストの光の中を、キリストの十字架の血潮で許し清めていただきながら、キリストの御姿に似せて作り変えていただくために、自分を神様に明け渡して追いだねして生きていこうではありませんか。イエス・キリストは必ず聖霊によっていつも共にいてくださり、助け導いてくださいます。そして折にかなう助けを用意していてくださいます。決して耐えることのできない試練には合わせなさることはありません。そしてこの希望は決して失望に終わることがありません。パウロ先生は、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかと言います。正しいとは、品位のある美しいという意味の言葉であります。神によって作られたものとして、キリストによって贖われたものとして、自分の人生を神に委ねているものとして、キリストの賜物をいただいて生かされているものとして生きていこうではないかと勧められるのであります。もう一度、水野源造さんのもう一つの詩をご紹介したいと思います。生きるという題の詩であります。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく鳴き、神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。神様の大きな御手の中に自分を委ね、明け渡し、神様の導きを歓迎しながら、聖霊に身を任せて生きる。その時に本当の意味で正しい品位のある美しい人生を生きられるのではないでしょうか。キリストの十字架の光の中で常に許しと清めをいただきつつ、与えられた賜物を十二分に生かして、神様に自分を捧げながら生きていく。神様の大きな愛の御手の中に自分を委ねて、他の人と比べないで生きる、昼間らしい生き方を選んでいこうではありませんか。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。イエス・キリストの血によって闇の中から光の中へ移してくださったことを感謝いたします。しかし私たちは時々闇の力に足を引っ張られそうになることもあります。どうか主よ、夜が明けて朝が近いことを思い出させてください。イエス・キリストとお会いできる日がますます近づいていることを知って生きることができますように。
イエス・キリストの十字架の贖いの技を感謝しながら、聖霊に満たされて歩むことができますよ。あなたに私たちの人生のすべてを委ね、託し、明け渡し、あなたがくださる光の中を歩んでいくことができますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美しましょう。新聖歌の366番。